皆さんん再,再びこんにちはいや実はね先ほどのあの動画あれもうね本当はね山際先生の引退関係みたいなあれで <laughs> ちょっとね終わっちゃって実は大事なことをですねね、はい、本当は大事なことをお伝えしなきゃいけなかったのにもうすっかりちょっと持ってかれた感じであのしょんぼり感でね <laughs>、はいえー、持ってかれた感じでちょっと大事なことをお知らせしましょう。 えーとですね、明日、明日ですね10月11日<笑><笑>まずですねいや、あの、ちょっと明日二人ともちょっと生放送、はい、ちょっと、私は二本宮坂先生一本,1本まず一つ目はですね、<laughs> FM 長野11時半からのベストスタイルっていうあのモガミ潤子さんモガミ、モガミ、モガミあ、モガミご存知モガミさんとですね、私あの <laughs> スタジオ三四郎さんがあれ<ー>グルーフライやってるあのスタジオで私ちょっとコラボしますんでぜひあので、ね、私の出番どうもね12時半ごろらしいです12時半ごろに、はい、ちょっと生出演しますお昼休みの時間ですねお昼休みに来てる時間あじゃあお昼休みにちょっと車とか行ってちょっとねお弁当食べながらとか、はい、あそれいいっすね 携帯スマホでも聞けるんじゃないですかあ今ねラジコラジコラジコでぜひでその後ははいですねはいどうぞはい新州の夕方の番組といえば夕方ゲットに出ますあうわあありがとうございますキャリスマキャリスマさんが拍手してくれました駅前長野駅前から中継のコーナーがそうなんです四時代に私と肥大先生で 出ます。はい。もう一度先生ね。一度出てます。もうなれ、慣れたもんです。あの長野駅の善光寺口の階段を降りたこのちょっと広いバス停があるロータリーのところ。で中継やりました。生放送ね。生放送です。ってことは現場に来たら、もう会えると。あ、会え生あ、私、はい、会えます。それもあり。ありです。見ていただいてもありですし。見て。 生でじゃあ見てくださいあの実際に来ていただいてあ生ってなその現場でね現場で応援しながら見てくださいえと何何時でしたっけ四時台あ四時台番組は三時五十分からで私たちが出るのは四時四時半ごろからーっていうねはいそんな感じなんです生放送なんで生放送なんであそれはそうです生放送ですかはいやったやっとこれを告知できましたはいぜひあのお待ちしてますラジオもぜひぜひ聞いてください。 それでは夕方ゲットでお待ちしてます。<laughs>